What's up, guys? みんな元気ですか？今日も英会話元気でいこう！ Let's enjoy English conversation! では、今日の新しいスキット聞いてみよう！ Let's begin! Smell の匂いがする。Wow, what smells good? うわ、おいしそうな匂い。Curry and rice. カレーライスよ。The roses have bloomed. バラの花が咲いたわ。They smell very sweet. すごくいい香り。スイートのところに次の英語を入れて言ってみましょう。Fresh. 新鮮な。Good. 良い。Bad. 悪い。Awful.ひどい。Say. を言う。Poor thing. You got the joker. かわいそう、ババを引いちゃって。Don't say that. そんな言い方するなよ。Can I go, Dad? Please say yes. パパ、行ってもいい？お願いだからいいって言って。Yes, you can. いいよ、行っても。Oh, goody. やった！Smell. の匂いがする。Wow, what smells good? うわ、おいしそうな匂い。Curry and rice. カレーライスよ。The roses have bloomed. バラの花が咲いたわ。They smell very sweet. すごくいい香り。スイートのところに次の英語を入れて言ってみましょう。Fresh. 新鮮な。Good.良い。Bad. 悪い。Awful. ひどい。Say. を言う。Poor thing. You got the joker. かわいそう、ババを引いちゃって。Don't say that. そんな言い方するなよ。Can I go, Dad? Please say yes. パパ、行ってもいい？お願いだからいいって言って。Yes, you can. いいよ、行っても。Oh, goody! やった！今日の最初は smell、匂いがする。Wow, what smells good? Curry and rice. みんな好きだよね、これ。The roses have bloomed. They smell very sweet. いい匂いだ、バラは。じゃあリズムに乗って smell しよう。ネイティブの英語感覚。今日はセイだ。セイセイセイだ。Poor thing, you got the joker. Don't say that. 残念言い方するなよ。ね。セイはね、いっぱいあるよね。特に、基本概念が何か言葉をするっていうことなのね。心で思ってる言葉を口に出すときに say、say、say っていうのね。一方、トークは、use words、つまり言葉を使うっていう意味なんだよね。
だからこの say と talk はちょっとニュアンスが違う。ネイティブはこう使い分けてるんだ。もう一個、みんながよく使う speak。ね。これはちょっと硬い言葉で言うと言語能力を駆使する。ね。そんな感じだ。だから say, talk, speak の順番に硬くなったかな。Do you speak English? って言うけど、Do you talk English? とは言わないよね。基本的にはトークとスピークはほとんど同じ意味なんだ。若干こういう時に違いが出るんだけど、やっぱりスピークの方がフォーマルなニュアンスが出るよね。トークはね、say やね、スピークと違って、ちょっとね、広がりが、ある程度時間的な広がりが出るんだ。She's talking all the time. って言うでしょ?だけど、She's speaking all the time とは言わないよね。この辺がネイティブの使い分けなんだ。You got it? Be native. 次は say だ。You. Poor thing.You got the Joker. Don't say that. お、妹とお父さんが登場した。Can I go, Dad? Please say yes. Say yes. ね。そんな曲あったね。Yes, you can. Yes, we can. うん、似てる。Oh, goody. やった。じゃあ、リズムに乗って、Let's go!さあ、今日はもうこれで終わりだ。That's it for today. See you next time. うん、ジーバンでした。